えー、お三方こんにちは、えー、今の若手、一応広め28歳くらいまで。で、えー、昔ゲーセンにいたら面白そうな人。いや、今の若手で昔ゲーセンにいたら面白そうな人。あの時代にいて、今でもプロになって頑張ってそうなと思える人が。うん、え、これどういうことかな今の若手で、昔ゲーセンにいたら面白そうな人。うん、大谷がもし、俺らの10代の時に大谷がいたら。 ああ<ー>で今でもプロになってああケーあ、うん、すいません把握しましたでえー、っと自分のホームにいたら友達になってたかもとかいろいろ妄想話を聞いてみたいですハダイデさんもぜひ一緒に考えてくださると嬉しいですよろしくお願いしますああこれはなかなか面白い質問やな,、うんいいね、なファンタジー系いいねファンタジー系ですね自分まあ要するに 同い年ぐらい代にこ年いに同年代たらっていう話だねああでも流星とかはプロになったんじゃないああまあそうっすね昔のゲーセンにいたとしてもゲーセン世代ですからね流星は <うん S 1> 流星はそうっすね<か>まあでもやっぱ樋口とかは結構ゲーセンにいてもなんか違和感なさそうな

比べるのが超難しいのはあれだよね、あのー、今の子たちはやっぱ見返りがある状態でゲームをやってるから、うん、見返りがない状態でも死ぬほどやれるやつが、多分友達になれそうなやつだと思うんだよね。ってか、まああの、今の子って結構ちゃんとしてる子が多いから、うん、ちょっと比べにくいかもしれないですね。 難しいですねほんまにその辺はやっぱ見返りあるなしは相当重要だと思うようんそうそ、ね、愛のみしかないから、うん、昔はうんお金にならないからまあそう,なんうですねまあでも愛っていうと結構あの聞こえがいいけどまあそのなんていうかな依存とか自堕落とかそっちの要素も大いにあるじゃないですか うん、んだ愛というかねう依存の方が近いのかなっていう感覚はまあ俺はあってまあそれでまあやってたっていう、まあ、ゲーセンっていうコミュニティとか、うん、ゲームってものにまあ依存してたっていう部分が大きいと思うんですけど、うんうん、今の結構その若い子って結構その割としっかりしてる子が多いイメージがあってん器用だよ、うん、だあんまりそ,のそこまでこうなんていうかな 見返りないことにどっぷりはまりそうにないってイメージはちょっと感じはしますね。ああ<ー>、うん、インターネットあるからね、今ね、何が見返りあるかとか、うね、何したら正しいかとか言って、ある程度さ、うん、サンプル出るじゃん、うん、調べたら要は。そうっすね。あでも、コメントあるけど、大谷ジョンはってあるけど、確かにジョンはありそう。うん、ジョンはかなり、うん、あの、捨て毛。 してきそうな雰囲気ありますね。ああジョークはうん、うん、あの俺が最近まあストファイブからずっと見てた若手の中でも、はい、一番ラリッティです。ス <laughs> そうですね。こっちが捨てゲーした上でさらにそこから抜け出せなさそうな雰囲気があるあ。あ抜け出す気もない,いそ。そう抜けそう抜け出すもうそこに。<laughs> もうどっぷりいきそうな雰囲気ありますね、ジョン。気をはらんでます、彼。そうですね、ジョンはそうだね昔のゲーセンにいて全く違和感ない人物まだ伸びしろがある彼は、そのやべえ意味で。あ、そうですね、伸びしろですね。まだまだいけますね。やってくれるよ。確かに。まあ、それでジョンは一番しっくりくるかな、この妄想の中やったら。確かに。なんか あれも格ゲー強いやつって感じです、ね、あのあ、ね、他のことがそうだねどうしてもその抜けちゃうところとかそうだねのってその集中できるやつの特徴っていうか、うん、もうそれしか見えなくなっちゃうみたいなのがやっぱり格ゲー強い全ツッパー勢の雰囲気出ますよ、はい、の特徴なんで<ー>とかかな確かに<ー>、うん、そんなモ、ねうん、ンストロ かなりのレベルだと思うねそうですね、ジョンは相当レベル高いですね、<laughs> レベル高いって言ってい方が、ゲーセン時代でも、うん、結構、多分俺が例えば10代の時にゲーセン行って、ジョン君いたら、結構、うん、行かれてるなって、当時の俺も、そうですね、ゲーセンの中でも結構変わったやつやなって扱われるぐらいのあ<ー>、うん、まあ存在感というか、ありますね、レベルは、ジョンは。 まず本名じゃないのに自分のことをジョンって名乗ってるのもかなりやばいよね。<laughs> あそれはあだ名らしいんですけど、まあそうですね。ああいやあだ名でもさ、竹内は多分本名でしょ竹内は本名ですね、多分。本名につけるあだ名を。<laughs> <laughs> ま,あまあ確かに。野田 <laughs> R ってことですよああ、まあでもそ,そうですね。あのジョンってあだ名やったらしいんですよね。うん、子供の時に。子供の時というか、中学生高校生がお世ましたけど。 よく考えると、もうその時点でかなりきてる気がするんだよね。名前は結構出ますからね、その人の。出る出る出る。狂気が出ますからね。確かにじゃあ、まあこれは満場一でジョン・竹内ということでいいですかね。ああ。はい。ありがとうございました。やべえやつだ。やべえやつだ。しかも、ちゃんとつええからな。ゲースにいたら面白そうなやつですね、当時ね。はい。あまた春ルさんの話だ。じゃあ、これいきます。ええ、はい。 えー、R さんは、えー、実況解説者をうまくやるために、えー、キャラクターの必殺技名、はいえー、技名フレームなどを調べたり、はい、全部覚えているのでしょうか、はい、また必殺技名を直接言う場合と、はい、CA 昇流、はい、集団などに言い換える基準などあれば教えてください、はい、ああなるほど私気になるところですね気になるんだね <laughs> やっぱり ど,<う>どこまで覚えてんのかなっていうかなすごいその技名を言うことが特徴な人もいるじゃないですかやっぱり知らないじゃないですか,か技名ってそこでなんかその知識欲って見てる人からするとあこの技このいう技名なんだってちょっとおってなるんですよねその瞬間にやっぱりだからそういう意味では結構重要な要素なんかなとは思ってるんですけど、うん、そうだなえっ、ー、と例えば キャラクターの必殺技名、技名、フレームなど、プレイしてれば、まあ、覚えますよね。だから、まあ、ぶっちゃけ、はめこに聞くことも多いけど、全部分かってますよ、もちろん。あ、へえ。まあね、それって、その、もともとそういうプレイヤーなんですか、実況者になる前から、好きな人じゃないですか、必殺技名覚えたりとか、フレーム覚えたりっていうそもそも。あ好きやったんですね。 あじゃあもうほんとそういう意味の転職でしたねそうだよ結構その辺むちゃくちゃ上手くても別にそんなんは興味ない人い,いっぱいいるじゃないですかああ技名とかああそうだねでも俺はオールアバウトのなんかキャラクターのプロフィールとか3サイズとか見るのも結構好きなのそういうのはやっぱどっかで行きますもんねああ話す言葉の仕事してたらそうだねまあそこはまあ正確だし向き不向きだと思うけど まあ、ただ最近は、えー、っとそんなにこれを徹底しなくなりましたね。んんと言いますとウルフォの時に、はい、本当にこれを完璧に徹底してやったんですよ。はい、それこそ合拳の後ろ投げ。<laughs> <と> <laughs> 徹底してるな, <laughs> な,なちなみになんで名前なんですか あのそれはすごいなムックにルビーが振ってないんですよ何 <laughs> て読んだらいいかわかんないんだけどうゃしなこ,れこれはカプコンに問い合わせてええっ何で読むんですかっていうのを聞いて山下ろしです聞いてでやったりしてたんだけどフ <laughs>、はい、レームとかもねでも結局それって独りよがりだなって思う瞬間があって 毎回技名、まあ、自分で自分の実況聞いたときに毎回技名言ってんのダリーなって思ってたりとか言いたがりに聞こえるとかまあまあそういう要素もなくはないかもしれないですね通常技とかねだから、えー、たまに言うのは全然よくて、まあ、とか印象的な場面で言うのはいいんだけど、うん、毎回言うのは「俺知ってんだぞアピールに聞こえたから、まあ、自分がね さんのうん、こういうのは嫌だなと思って自分の中ですごいバランスを取るようになったって感じかな,な今はそのちなみにその言う言葉と言わない言葉はじゃあ今あるってことじゃないですかああその言う言葉っていうのはこれは言った方がいいなっていうのを自分で選んでるってことですかそうですほうそれやっぱりそのあれですかその語呂とかその印象的な技とかそういう感じ明確な基準がありますこれはそれは言っちゃっていいんですかいいよ何でしょうか プレイヤーとしてうわこの一発いてえとかこのくらい方嫌だなって思った時にちゃんと技のあ状況をう状況で変えるんだそ<う>あそれすごい適当技によって変えるんかなと思って聞いたんですよ今いや違います違うんすねじゃ引き出しが開く時は<で>プレイヤーとしての感情が動いた時じゃあ完璧にアドリブなわけやこれはそうだね基本テンプレはないよ へえまあテンプレみたいなものをその「語れ」って言われたら適当に組み上げてこんな感じっていうのはできるけど基本的にはもう裸一貫でこうから体がプレイヤーの視点になってる状態で現場に行ってその場でやるなるほどこれめちゃくちゃ面白い回答やったなじゃあもうこれは今の回答で完璧ですね 覚えてる上でその時の感覚で言うかどうかを決めてるといういい、はい、そうですねなるほどありがとうございますいやこれは超面白かったなまあ今でこそこういうのもね <laughs> あの語れるといいますかはい。でも昔前は多分言ってなかったね <laughs> それはな今でこそってなんでなんですか多分うん 自分の中で、自分の立ち位置に自信がついたからじゃない。ああ、まあ、そういうのは言葉で、人に話せるなったってことですね。ああ、確かにありますよね。そうだね。